ます。ポンコツです。この日はですね、サンクリを朝の4時に出発し、帰りは夜の11時という19時間の弾丸日帰りツアーに参加いたしました。ツアーでは2つの滝と世界遺産パレンケ遺跡の3箇所を巡っていきます。向かう時ですね、この何台かのバンでまとまってこう向かっていたんですけれども、これは山賊対策だそうです。こんにちは、ポンコツです。今日も生きてます。先ほどまでのロスタイムを埋めるように猛スピードでうねうねした道をぐんぐん進んでまいります。案の定体調を壊す方も出てきますので、サンクリ出発から約6時間、到着したのはアグアアズール。メキシコのパムッカレと呼ばれるこの場所は、美しい川と滝が連なる大自然を堪能することができます。調子のいい時であればこのような綺麗なエメラルドグリーン色の水が見れるということなんですが、ちょっとこの日はね、調子が悪い感じでしたね。ツアー会社の恩師がですね、この場所は泳ぐことができるところだよと言っていたんですけれども、ちょっとね、泳ぐの難易度高めですね。この場所でお昼ご飯も食べていこうと思います。注文したのはエンパナーダ。4種類の具材が中に入っていて、そぼろみたいなやつとチーズとじゃがいもとチキンですかね。揚げたてで非常に美味しかったです。辛いね、このピカンテなソースがまた美味しかったですね。エンパナーダとキャベツの千切りというのはセットなんでしょうかね。もう一つの滝、ミソルハの滝に到着しました。滝の落差は約25メートルほど、滝壺付近では遊泳も可能です。この滝の面白いところはですね、滝の裏側に行けるんですね。サンクリを出発してから10時間後、やっとパレンケ遺跡に到着しました。この神殿はマヤ文明の中でも有名なバカル王の墓となっており、世界中から多くの観光客が集まっています。7世紀から約2世紀にかけて栄えたパレンケは、10世紀頃には廃墟と化し、それから
1746年に発見されるまでずっとジャングルの中に眠り続けていました。現在のパレンケ遺跡に見られる建造物は600年から800年頃のものと推定されています。遺跡の大部分が現在もジャングルの中で未発掘の状態であり、遺跡の全容解明には長い時間を要すると考えられています。今回ですね、ガイドをつけるかつけないかっていうところで、スペイン語のガイドを聞いても、意味がわからないので、私はガイドつけなかったんですね。でもガイドさんつけないとね、やっぱりちょっとよくわからないですね。頼りにしていた恩師とはぐれてしまいました。出口に向かいたいと思います。入り口と出口の周辺にはですね、少しちょっとしたお店だったりお手洗いなんかがあります。このドリームキャッチャーが非常に可愛かったですね。ミラーイズカガミ。Cagame, sí. Orera, corera, sorera. Sí, sí. Very good. Ichi, ni, san.遅いのでもう寝ます。まとめは明日話します。じゃあ、おいしい。はい、落ち着いたので少しお話しするんですが、まず昨日のツアーですね、とても良かったです。2つの滝と1箇所パレンケというところの遺跡を巡るツアーで、結構移動距離が長いツアーだったんですけれども、朝の4時に出発して帰ってきたのが11時過ぎで、ほとんど車の中に乗っていたようなものなんですが、とても楽しいツアーでした。滝が本当に迫力がすごくてびっくりしましたね。なんか久しぶりに滝を見ておーってなりました。で、行きも帰りもなんですが、とんでもないスピードで山道をぐんぐんこう進んでいくので 100% 誰か吐きます。なんで三半規管が弱い方とかはですね、ゲロ袋なり酔い止めなりっていうのを、事前に準備するべきかなと思います。基本的に私は一人
一人で徘徊するのが好きなんですけれども、ずっと一人でいるとですね、たまにこうコミュニティの中に入りたくなるというか、なんかこう人としてのなんかモラルを保つためになんか人と関わらなきゃいけないなって思うようになるんですよね。だそういう時にまあツアーを利用するんですけれども、久しぶりに人々の場の中に入れてよかったです。